新しい万能細胞、スタップ細胞の論文問題で、理化学研究所のおぼこたはるこ研究ユニットリーダー、30、は、9日午後の記者会見で、スタップ細胞はある、と、明言した。イギリス科学誌ネイチャーに、発表した論文の撤回については、スタップ現象が間違いであったと、発表することになる、と、述べ、同意しない考えを明らかにした。国内外の研究者からスタップ細胞の、作成成功が報告されていないことに、対し、おぼこた氏は、作成には、ある種のレシピのようなものがある。新たな論文として発表したい、と、述べた。さらに、別の方にやってもらったことがあり、その方は成功している、と、説明したが、作成した人物の名前は明かさず、スタップ細胞の存在を、証明する明確な証拠も、示さなかった。おぼこた氏は、自分で200回以上作成に、成功したと主張。理研の調査委員会が、3年間で2冊しかないと、指摘したスタップ細胞の、実験ノートについても、日本とアメリカ、ハーバード大で、少なくとも4、5冊ある、と反論した。スタップ細胞については、同じ万能細胞の胚性幹細胞、ES 細胞、ではないかとの、指摘がある。おぼこた氏は、スタップ細胞を、作成していた頃、研究室内で ES 細胞は一切培養していない、と、説明し、混入の可能性を否定した。生き方、論文協著者の和歌山、山梨大教授が、おぼこた氏に特定の系統の、マウスのスタップ細胞を作るよう依頼した際、おぼこた氏から戻ってきた細胞が、別系統だったとされる問題については、詳細がわからない、と、答えるにとどまった。新しい万能細胞、スタップ細胞、の、論文問題で、理化学研究所のおぼこたはるこ研究ユニットリーダー、30、は、9日午後の記者会見で、スタップ細胞はある、と、明言した。イギリス科学誌ネイチャーに、発表した論文の撤回については、スタップ現象が間違いであったと、発表することになる、と、述べ、同意しない考えを明らかにした。国内外の